今日は一日ビエンチャンを散策します。空席がなく待ちましたホテルの朝食です。ロカタクシーアプリで移動します。まず最初に訪れたのがバトゥーサイ凱旋門です。横に見えるのが市庁舎、そしてバトゥーサイです。4方向に通路がある凱旋門です。外国人は3万キープで上に上がることができます。早速上がってみます。しっかり補修してほしいなと思いました。道が北東方向と南西方向に続いています。こちらが南西の方向です。こちらが首相官邸です。内部には展示がありました。ビエンチャン周辺の主な観光スポットです。続いてやってきたのがタートルアンという黄金の仏教寺院です。こちらも3万キープで入れるので入ってみます。巨大な寺院、内部まで入れないのは残念でした。入り口に鎮座する龍、タイでもよく見かけましたがこちらにもあります。回廊にはたくさんの仏像が並んでいます。この仏像、目力が強い。お昼ご飯はどんどん酒場という日本料理店で、豚の生姜焼きは普通に美味しかったです。残念ながら他の日本人に会うことはありませんでした。続いて夕ご飯は北朝鮮レストランへ。残念ながら閉まっていました。中の電気ついてるんですけどね、残念。この日の夕食は軽くパスタで済ませました。以上で終了です。ではまた会いましょう。